15分くらい配信します。お風呂上がりかな、違います、お風呂上がりにこんなメイクしてません。もうちょっとね、朝は整ってたんですけど、タービもなんか髪の毛こうカサってやってるとか、だからだんだんすごい、はい、ボサボサになってきちゃった。あのタービ手形会とサイン会あるじゃないですか。手形会とサイン会あるじゃないですか。あれってなんか例えば完売とかああいうの見え、なんか見る方法がどうしても毎回覚えられなくって、一人だと見れないんですけど、田辺ってどういう状態か分かったりする方いらっしゃいます？お、サインは完売してるの嬉しい。手形がまずあるんですね。なるほど。ん？サイン一時で完売してたの？田辺。え、これは言っておかなければ。嬉しい。顔嬉しいですね。本当は今日もうちょっと外話してなんかいい感じだったんですけど、なんかもう何せ朝だったので巻きも落ちてきてボサボサになってきちゃった。しかもさっき寝ちゃったし、サイン会嬉しいな。え、嬉しいな。手形の方が残ってるんですよね。サイン会が手が高い。なんかわかんないけど、わかんないですけど、ファンの方ってなんかサインよりもあれの方が欲しいものなのかなと思ってた。手形みたいな。だって自分の家にさ、そのなんとかさんありがとうございますって言ってさ、パンってやって手形が届くんですよ。めちゃくちゃ嬉しくない？だから手形の方が人気なのかなと思ったらサインなんですね。確かに前やったからもあるのか。確かに確かにですね。手は大きいです。あ、田辺手めっちゃちっちゃいんですよ。
確かにね、サイン、確かに写真にサインするからさ、毎回違うもんね、あれとかが。まあいろいろ違うじゃないですか。そっか、じゃあ今回もし手形買われる方いたら違う形の方いいのかなって。なんていうの、パーじゃなくって。でも逆の手ってね難しいんです、いろいろ片方の手でいろいろ作業したりしなきゃいけないから、利き手じゃないと多分難しいと思う。あと力が入りにくい。今日やっとアーカイブで青が見れたのですが、田辺さんのパフォーマンス抜群で嬉しい、ありがとうございます、めっちゃ嬉しいです。見てください、青が。まだ見てない方は、田辺センターさせていただいたんですよ、初めて。嬉しい、全体曲で。でもなんかいろいろ指でじゃあ絵描きますね。そうだよ、田辺推しの皆さんは田辺がセンターなんですよ。何回でも見てください。貴重です。もう青がやらないかもしれないし、貴重です。田辺さん、いつもさ違う、いつもと違う場所で配信してると思いません？ここさ、てかなんかいつも真後ろがベッドじゃないですか、ベッドじゃないですか、なんかベッドの布団を帰ってきて、なんていうの、お風呂入ったよりお風呂上がっ寝る前が一番清潔な状態だと思うんです、人間が。でその状態じゃない状態で自分の布団やら何やらを触りたくなくって触りたくなくって、そうでいつもうーんって思いながら触ってたんですけど、今日やっと触らなくてもいい方法が見つかって、今度からこの場所で配信するかもしれない。そう、布団はね清潔にしたいの、潔癖とか、潔癖なのかな、でも分かんない。田辺のうちはそうやって育った、汚いっていうか、外から外でなんかいろいろ日中お昼外でいろいろなんか活動してて、夜帰ってきてベッドの上に上がったりすると怒られた家だった。はい、場所は違う、光の加減とか、わかんないけど大丈夫じゃないですか、多分。
そう、友達がさ座ったらんってなっちゃう、ちょっとだけ。でもホテルとかは全然あれなのなんだろう、自分の部屋じゃなければいい。ホテルとかだったら全然ふわーってそのままベッドにダイブする、ダイブする。ああいうなんかお仕事でホテル泊まりますって言った時とか、だって寝る前はその布団の上を触んなければいい話じゃないですか、ホテルだったら。でも自分の家だと嫌ですむしろホテルは全然なんかもうなんならカバンとかもベッドの上にバーンって置いちゃう自分のものだと嫌ですね。え、置かないですか皆さん。田辺めっちゃ置いちゃうんだけど。むしろ帰って、なんか帰ってくるってホテルに来るともうドーンって座っちゃう。今日前髪なかったじゃないですか、なかったじゃないですかっていうか皆さんにそんなに失礼ないか。前髪なかったんですけど楽ですね、何にも気にしなくていい、もう風も気にしなくていい。だ、あと髪の毛を今まで論外だったんですよ、髪の毛をこうすることが論外だったけど、もう何も考えなくていい、なんて快適なんだと思いました。どうですか、まあちょっと田辺しばらくいろいろ前髪をいろいろ研究しようと思うんですけど、どうですか前髪上げてるのはあんまりですか、正直に教えてください。ただおでこ広いんですよね、それはあんま気にならないですか、気にならないっていうか変じゃないですか。魅力が全開になる、何の魅力だろう、でもまあなんか魅力が全開になるんですね。気にならないですか。なんか最近思ったのが、最近思ったのがなんか田辺、まあパッツン前髪、パッツン前髪なんか自分の中では、え、なんで膝こんな色悪いの、大丈夫そう。自分の中ではなんかパッツン
まあ安定してしてるんですよ。前髪あるのが安定してたんですよ。してたっていうか、まあずっともう中学生からずっと前髪あったので、少しほんの少し 2,3 ヶ月ぐらい前髪ない時期もあったんですけど、中学生の時ねあったんですけど、やっぱり前髪やった方が安定するってなったんですけど、なんか飽きてきちゃった。でもこの髪型公園でできるかな、メイクさん。ただこれ固めてないんですよね。だから公園で踊るとさ、こうなっちゃう。でもスプレーで固めればいいか。なんか最近自分に対して変化が欲しいなってめっちゃ思っちゃうんですよね。つまんないと思っちゃう。なんかでもしかも田辺なんか去年の写真を見返してたら大して変わんないんですよ田辺。まあ髪の毛が若干短いかなくらいで、なんかメイク今やってる田辺のメイクって去年のメイクと、まあ、アイシャドウの色味が違うだけで全く同じメイクなんですよ実は。最近メイクちょっと薄くなって、久しぶりにショールーム見られて大人っぽくなって、 ありがとうございます。今日ですね、大人っぽくなってるのは、はい、ありがとうございます。なんか去年と一緒の自分つまんなって思っちゃった。写真見返してて、あとなんかこの間ってか毎回なんか鏡の前で公演前にあれ前髪とかをこうやるじゃないですか、こうセットするじゃないですか。するとなんかなんでこんな時間かけてるの田辺って思ってしまったそれ多分思っちゃいけないんですけど思ってしまった。自分に変化が欲しくって、とりあえず前髪を変化させようって思います。メイクさんに聞いてみるとか、でも田辺この人例えば誰かにこれこうの方がいいよって言われても結局自分の意見通しちゃうからな。そうそうそう、前髪がなくてもいい長さになってきた、髪が伸びてきた。今日ボイトレあったんですけど、ボイトレの先生に誰かわからなかったって言われた。だよね。自分でもなんか歩いてて、街歩いてて、鏡っていうかガラス越しに自分が映ると一瞬んってはてなってなった。
かんないけど、田辺はとりあえず何かが変化が欲しくて、とりあえず前髪パッツンがちょっと嫌なんです今。嫌なんですって。え、大人っぽくも見えますよね。確かに。前髪ない方が自分のやりたい踊り方ができそうな気もする。パフォーマンスができそうな気もする。また変わるよね。誰か似てるな。誰だっけ。わかりません。後日教えてください。みっちゃんの変化についていきます。ありがとうございます。わかりません。すごい最近自分に対して変化が欲しいなって思っちゃう。なんででしょうね。多分飽きちゃったんだろうな。もう何年も何年も髪の毛も、多分高校の時からロングで前髪、まあ、巻いてるかパッツンかみたいな感じの人間で、で去年の写真見返して去年もパッツンで大して変わってなくて、まあ変わってないのもいいかもしれないけど、うんって思っちゃって。あとファンの方ってやっぱ変ってか、多分変化がないと人ってついてこないなと思ったりもして、だから変化も欲しく、自分的にも変化が欲しくてって感じですね。ネイルもいろいろあります。ネイルは結構変わってません？田辺あんま分かんないかな。ネイルは結構変えてると思う。なんかすっごいシンプルな時もあるし、可愛いアイドルみたいな女の子っていう時もあるし、今のネイルめっちゃお気に入り。マキコさんとかにもめっちゃ褒められて、ドンさんとかこの間嬉しい。でもね、でもね、ネイル、このネイルあるじゃん。ネイリストさんも確かに素晴らしいセンスの持ち主ですけど、なんていうの、白ベースのこういう貝殻とかこういうのは田辺が考えたんです。うん、それだけ。白ベースっていうのと、あと貝殻つけてほしいっていうのだけしか考えてないんですけど、自分でも正解だったなって思いました。白にして可愛いには、いや可愛いのはこだわり、だって全部可愛いです。そりゃさ、女の子だからさ、可愛いにはめちゃくちゃこだわります。だからこだわるからこそネイルとかもしたいと思っちゃうし、おしゃれもしたいと思っちゃうし、可愛く見られたいと思っちゃうし、変化が欲しいと思っちゃう。ごめんなさい、手遊びがひどい。そうだよ。だって皆さんもさ、やっぱさ、あれじゃない、分からんけど、まあ確かに安定でずっと可愛いよりも何かしら変化がないとつまんなくなりません？てか、なんか変化があった方がいろいろさ、まあ
失敗する時っていうか、失敗っていうか、なんかこっちの方いいなって思う時も、学べる時もあるなと思ったけど、やっぱ変化があった方が、なんていうの、なんかどんどん自分に何が似合うのかとかも分かるなと思いました。最近田辺は守るに走って、ずっとパッツンパッツン黒髪ロングだったけど、だからちょっといろいろ試してみようかなって思いました。思いました。何クレオパトラみたいな髪型って、そう、なんかそうそうそう、試して前の方がいいなって思ったら前のやつに戻しますし、新しいのがいいなって思ったらそれを続けていきますね。親子出しは公園でもするのしたいなと思ってます。なんかこの間のアンケートみたいなやつでいっぱい来たんですよ。なんかこういう前髪がいいとか、センター分け、今日はセンター分けじゃないんですけど、センター分けがめちゃくちゃ多かった。センター分けとかシースルーバングみたいなやつとか、シースルーねとか、いろいろ他のもいっぱい来てて、だからいろいろ挑戦してみようと思いました。公演中汗目に張りやすくなるのかな、いや、なんないと思う。田辺一回前髪なしで公演したことあるけど全然入んなかったし、ダンスになった時前髪上げてたけど全然汗目に入ったことないです。むしろ快適なんじゃない、顔面は。パッツンの時はなんか前髪を伝ってここからこう汗が垂れてくるんです。それがないからむしろ快適なんじゃないかなと思って、髪の毛の色、わからない、それはわからない、これからのあれです。なんかこの間田辺は前髪、髪の毛染めるのはアイドル、自分の中でのアイドル論としてなんか染められたくないってめっちゃすごい語ってたんですけど、めっちゃ語ってたんですけど、でも田辺3年目じゃないですか、アイドルふと思ったんです。3年間アイドルやってきて、もういっぱい黒髪アイドルやってきたんじゃないかと。でも田辺はなんか髪の毛を染め、そのそれも思ったし、思ったけどそうも思うし、でも田辺はなんか髪の毛を染めに行ったらそれをケアするのがちょっとめんどくさいめんどくさいから、めんどくさいから今はまだ染めないです。そう、維持が大変だから染めないと思う。ごめんなさい、この間めっちゃ黒髪アイドルについて結構語ったと思うんですけど、いや、田辺の場合はね放置はしないんです。
プリンになるじゃないですか。プリンになったらすぐもう気になっちゃってすぐ直したいってなっちゃうから、そこまでに神経を置くのがちょっと疲れちゃいそう。多分意外とそういうの放置しないタイプ。多分なんか田辺ってさ深く語ったりとかさなんか話したりするとさ、したあとすぐさもう飽きたとか意見変わったって言っちゃうよね。ごめんなさい。でも本当にそれまでずっと思ってるんです。めっちゃなまってたね。めっちゃ思っていたことなんですけど、思っていることを話して実際にすぐ変わっちゃう。なんでだろうね。実際に口には出さないでずっと思ってたけど、口に出したらんって思っちゃうのかな、自分の中で。本当にそうなのかみたいなね。田辺さ本当に言うとさそういう何でも違う行動しだすよね。なんかこれハマってます、例えばメールでこれハマってて何日もずっと食べてますって送ったやつとかも、次の日になるともうなんか言ってもなんていうの納得言って満足する部分があるから、あもう飽きちゃった食べてないですみたいなでもリンゴは食べてるんです。リンゴはねハマってる。リンゴ体にいいらしくて食べてる。リンゴは食べてます。てか冷蔵庫にリンゴあるから食べなきゃいけないから、自然と明日も食べることになります。こんにちは、私はインドネシアから来ました。ありがとうございます。サンキュー。9時半くらい、15分って言ったのにめっちゃやってますね。9時半くらいになったら配信終わりますね。服もさ、好きなものがめっちゃ変化したりとか、いっぱい変化するな。最近やっぱり年齢が上に行くとさ、自然と大人っぽいもの選んだりするなってめっちゃ思いました。なんだろう、10代の頃はさ可愛いものとかにやっぱり惹かれがちだけどさ、やっぱり変わりますね。しかもなんかアイドルの衣装で、それこそ田辺って結構ピンク当て込まれたりしやすいんですよ。だからこそ余計になんかこうアイドル以外の時はいろんな服を楽しみたいなと思うようになった。蚊は飛んでる、わからないです。街を歩いてる時に飛んでるのは見たことあるんですけど、自分の部屋には入れないのでわかりません入れないのでわかりません。蚊は何があっても入れません、絶対に。もうフリフリって服着れないです。まあもともとそういう服着てないんですけど、可愛いらしい服には興味がなくなってしまった。前までだったら例えばなんだろうな、ナイスクラップとかさヘザーとかにすごい好きだったけど、うん、あんまり着なくなったかも。わかんない、これから着るかもしれないけど。
ステージ衣装で着たいとかある。フィンランドミラクル、フィンランドミラクル、フィンランドミラクルと、あとなんだろうな、フィンランドミラクルと、狼とプライド。でも衣装は可愛いのが好きなの。衣装は可愛いの好きなの。だからこそ私服はあんまりそういうの好まなくなってしまった。なんだろうね、何の衣装が。ウィンブルドン来たからな。あと水色来たら制覇です。田辺カンガルーも来たしな。結構着てるんですよね。あー、無意識の色の白のいろんな曲名、昔の過去の曲名がいっぱい書いてある衣装。金銀の衣装確かに着たことない。こないだも撮影があっていっぱいいろんな衣装着たんですよね。何の衣装着てないんだろう。意外にマンゴーはあれの時に着ました。チリさんの卒業コンサートの時に僕だけのバリューの時、懐かしい、僕だけのバリューで着ました。何の衣装着たか忘れちゃった。でもそれぐらいかな、とりあえず。あ、30分になったので配信を終わりたいと思います。ありがとうございました。また配信できたらしたいと思います。それでは今日も一日お疲れ様です。おやすみなさい。バイバーイ。